小田豪と百鬼夜行絵巻より、同面同面は妖怪絵巻に描かれている日本の妖怪。首から上がなく、代わりに胴体に顔がある姿をしている。小田豪と百鬼夜行絵巻にて、この名称が示されているが、江戸時代に描かれた絵巻物には、名前と絵があるのみで、解説文は一切なく、詳細は不明である。百物語界絵巻にも、 同様のデザインの妖怪が赤裸という名前で描かれていることが確認できる。胸や腹にかけて顔のある存在は、K 点、ブレムミワエ、カバンダなど中国やヨーロッパインドをはじめユーラシア大陸各地に広く分布している。そのような姿の民族が遠く離れた異国に住んでいるという想像を通じて世界で描かれており、この造形もその影響下にあるものと考えられる。 しかし、海外36国などには挙げられていないため、日本においては、その種の異国人物を描いた作品には、この形のものが描かれる機会は、ほとんどなく、絵画としての類型は、他の造形に比べると、歴史的には、数が少ない。そのため、具体的には、三回行の絵図を通じて、日本でも描かれる機会のあった、経典などがその手本となったとみられる。 ありがとうございます。